審判どうすか、審判どうすか。いや、アウトっす。じゃあ、引き続き。ちなみにこれ、刺さった証じゃないでしょうか。審判、いや、あの、刺さりベースなんで。そうっすね。プロっすね。はい。はい。じゃあ、今から五円玉の真ん中にある、穴に狙っていきたいと思います。3ビットあるみたいです。3ビットです。何本目でいけるかな。よし、このスローは消せる。はい、じゃあ今からって。そんなことないじゃないですか。惜しい。わあ、惜しい。よいしょ。待って、もうちょいやな。ほんまに綺麗に入らないと多分刺さらんね。そうですね。絵的に1本目の方が綺麗もんね。そうですね。頑張ります。お願いします。回収した。これさ、何個いくんやろね。これ何個か入れてたらもっとおもろいかもしれないね。あ、ほんますね。今は超えてたはずだったから、高さはいけそう。じゃあ、こうっすか。筋肉痛どっか行ったっし。これも回しなかった。うそわ。惜しい。これさ、運ゲーじゃない？これも確かに。ただの運じゃない？運っぽい。うわ、惜しい。はい。今入ってたよね。あんなブリンいったよね。めっちゃ反射してくんねんけど。惜しい。あ、反射が戻った。うわー、惜しい。嘘だろ。今7本連続ブロ入ってます。めっちゃ曲がったもん、ほら、2本入ってたもん。ほんまや。しゃあ、しゃあ、違う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 。あ、それがやりすぎ。間でこう、よし。ブルーの長さに入ったね。ふむくん、いい尺です、いい尺です。しんどっ。おー、おい、おい、おい。
ブラックは打ててる気がする。ブラックは打ててるっすね。うわー、惜しい。マジか。あれはもう何回もやってる。刺さらんのかな、あれ。なんかさ、あれさ、めっちゃ悪いと思う。なんかすごい、セグメントもこの中央の部分しかない。ちょ、一回、一回修正入ります。修正、修正、五円玉修正入ります。そうやな。あ、そう、当たってるから余計ずれてるかな。めっちゃ熱いし、はぁ、熱かぁ。ありがとうございます。すいません。審判、すいません。スタッフの仕事。審判。ゲームマスター、ありがとうございます。支配。これでね、入れますよ。審判、審判。アウトです。ノー。ノうわ、惜しい、マジで。今のは五円玉のここやった。審判どうすか、審判どうすか。いや、アウトっす。マジで、なぁ。引き続き。審判、ちなみにこれ、誘った証じゃないでしょうか。審判、いや、あの、佐々木ベースなんで。そうっすね。プロっすね。まあまあまあ、誰もこんなんじゃん、もう。これいいんちゃう。で、これ俺ちょっと下向けて、あー、惜しい。逆にすごい。強引に避けてる。あれ、強引な修正。してないんやけどな。マジ運ゲー。確かに。運だね。ビットなんか狙えたらプロやっとるっちゅうね。プロです。プロですよね。あ、そうか。トッププロやっとるっちゅうの。あ、マジ。あ、めっちゃ光ってる。審判めっちゃ光ってます。修正入ります。お願いします。めちゃめちゃ目に入ります。こっちはずれてるっすね。これ使える、面白い。流すよ。ケンタ YouTube デビューね。うめぇ。テープいる？ほんまに。いや、大丈夫です。まあ。ほんと両方いった。多分これ、やりやすいと思う。あ、ほんとに？あ、なんか良さそうな感じに。UFO ゲットの店員さんみたいな。これ取りやすいで。あ、隠れ付きだね。あ、どうすか？カリだ。隠れ付きはいい。今の P、今の P やわ。今の P や。じゃあ、そろそろ上がるってことでね。おーい！そろそろ上がるってことでね。すげー！握り込むせば構えたんやなくて、最初に構えてるのすぐ掴んどうから、こういう状況なんです。でもこの例えばここ、この形に書いてますけど、これが実は引くことによって変わるんです。